アイラブ一宮。今週も始まりました一宮市広報アイラブ一宮、司会は私斉藤みなみと佐紀正宗です。どうぞよろしくお願いします。さて今回は図書館の新しいサービスをご紹介しますよ。図書館の新しいサービスですか、うん、気になります ね。それでは早速行ってみましょう。今回は一宮市立中央図書館司書の西村さんにお話を伺います。西村さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。西村さん、はい、一宮市立図書館で新しいサービスがスタートしたと聞きました。はい、1月12日からですね、電子書籍の貸し出しを開始しました、うん、電子書籍、うん、はい、めちゃくちゃすごいことですよ。それすごい便利になりましたね。めちゃくちゃすごいですね。まずちょっとさきくん落ち着いて。わかりました。まずは電子書籍ってどういうものなんですか。はい、電子書籍というのはですね、紙の本ではなくて、パソコンとかタブレット、あとはスマートフォンですねなどで読んでいただける本のことになります。もういつでもどこでも本を読めるし、あと持ち運ぶ必要がないんでとても便利なんですよ。おお、それは便利だね、うん、でその電子書籍が図書館で借りられるんですか。はい、そうです、図書館の利用者カードを持っていて、一宮市在住の方であればどなたでも借りていただくことができます。私も使ってみたいんですけども、使い方教えていただいてもいいですか。はい、では早速一緒にやってみましょう。はい、パソコンや、スマートフォン、タブレット、どれでも同じ操作になります。今日はまずパソコンで説明させていただきます。はい、まずは一宮市立図書館のウェブサイトを開きます。そのページにある電子図書館をクリックしてください。はい、ここですね。はい、はい、そちらでですね、ID とパスワードを入力します。 ID は利用者番号になります。あ、私パスワードがわからないんですが。はい、初期設定は生年月日になっております。セキュリティのためにも、利用前に変更をよろしくお願いします。変更はどうやってすればいいんですか。はい、一宮市立図書館のウェブサイトから、ちょっと下の方に行って、資料を探す、予約するというボタンをクリックしてください。はい、そちらの、左にある、パスワード変更、そちらをクリックしてください。はい、これですね。はいで、ログインしていただければ、簡単に変更することができます。 ID とパスワードを入力してログインできました。はい、あとは読みたい本の借りるボタンをクリックしていただくだけです。読みたい本の、借りる。お、本が開いた。すごく簡単ですね。はい、現在1085点の書籍を読んでいただくことができますよ。すごい。今後さらに増やしていく予定です。いくつか質問があります。はい、どうぞ。借りるボタンが予約するになっている本がありますね。はい、こちら電子書籍なんですが、図書館ですので同じ本を何冊もお貸しすることができません。他の方が貸しられているときは、予約することになります。1回押せば予約完了。図書館に来なくても借りられるんですか。はい、いつでもどこでも、利用していただくことができます。ただし、1人、貸し出しは5点までで、2週間まで借りることができます。うん、返却はどうするんですか。借りてから2週間で自動的に返却されます。また、返却ボタンを押すことで返却することもできます。5点すべて借りていても読み終わった本を返却すればまた別の本が借りられます。返し忘れの心配がなくて便利ですね。電子書籍ならではの便利な使い方を教えてください。はい、まずはこちらの旅行ガイドブックです。
旅行の予定を計画するときはパソコンやタブレットの大きな画面で読んでいただいて、実際に旅行に行くときはスマートフォンで読んでいただければ旅行の荷物を減らすこともできます。旅先でどこに行こうか迷ったときに、その場でスマートフォンから借りることもできますよね。そうですね、どこからでも借りていただくことができます。すごい画期的ですね。はい、続いてのおすすめは、こちらの英語書籍です。一宮市では英語本をたくさん読んで英語力を伸ばしていただく英文多読を支援しています。その一環として電子書籍でも英語の本を充実させています。どんな本があるんですか？はい、こちらは英語の絵本です。子供用の絵本なので簡単な英語から始めることができます。こちらは英語の発音を聞くこともできるんですよ。金太郎 was not just a strong boy but also a very kind boyWho would take care of injured animals. That's why all the mountain animals liked him. The old man who made trees blossom. Long, long ago, in a village far away, there lived an honest old man and woman.They had a dog named Shiro that they both loved very much. 音声を聞くことができるのは電子書籍ならではですよね。はい、そうですね。楽しみながら英語に触れていただけると嬉しいです。子ども向けの本もありますか？はい、お子様向けでおすすめなのは動く絵本です。動くんですか？はい、物語に合わせて絵が動いたり、あとは音が出たりします。読み聞かせをするときに絵が動いたり音が出ると絵本の世界に入り込めますよね。そうですね。他にも、文字の拡大や音声読み上げ機能もありますので、高齢の方や図書館に来ることが難しい方にも利用していただきたいと考えています。使ってみたいけどちょっと不安っていう方はどうしたらいいですか？はい、市内の各図書館にですね、このようなタブレットをご用意しておりますので、お気軽に体験していただくことができます。お子様用に、丈夫なケースに入れたタブレットもあります。お使いの時は職員までお気軽に、お問い合わせください。電子書籍の貸し出しが図書館で始まったことは知ってますか？いいえ、知らないです。電子書籍はご存知でしたか？はい。シュンでした。すごいね。そうですね、雨が降った時とか。ああ、なるほど。外に出られない時はいいと思いますけど、これまた返しに来なくてもいいので。そうですね、それはいいですね。図書館で電子書籍が借りられるのご存知ですか？知らなかったです。電子書籍はご存知ですか？まあ一応絵が動いたりする絵本もあるんですか？面白いですね。興味はありますか？そうですね、テレビ大好きなんで多分すごい食いつくと思います。あの携帯とかもやっぱ触りたがるんで。一宮市立図書館で始まった電子書籍の貸し出し。一宮市在住で図書館の貸し出しカードを持っている方ならどなたでも利用することができます。貸し出し点数はお一人5点まで、予約も5点まで。貸し出し期間は2週間です。さて、今回のアイラブ一宮いかがでしたか？図書館で電子書籍が借りられるっていうのはとても便利なことですよね。そうだね、うん、忙しくて図書館に行く時間がないって方も気軽に借りられてとってもいいよね。はい、うん、今年僕もたくさん本を読むことを目標にします。おー、いいね。じゃあ私も今年はたくさん読むぞ。はい、それでは一宮市広報アイラブ一宮、次回もお楽しみに。